野中志郎10月27日から1936年2月29日は日本の陸軍軍人2.26事件の中心人物の一人最終階級は不評大位岡山県岡山市出身陸軍軍人であった野中克明の4男で叔父るいサブローの養子となっている東京府立第4中学校陸軍幼年学校卒業 1924年7月、陸軍士官学校不評科を卒業。1924年10月25日、任婦表彰位尉、補不評代66連隊府。しかし、宇垣軍縮によって1925年5月1日に、不評第6連隊が廃止され、このタイミングで、不評第3連隊府に移動している。1927年10月25日に、 人付表注意。百三十三年八月一日に、人付表大位、保付表第三連隊第七中隊長。野中自身は職務に熱心で、派閥構想や革新運動にも名が上がらず、西多勢の長所所でも面識がないとされた。九百三十六年二月二十六日、二点二六事件で約五百名の歌手官兵を率いて、警視庁及び、 桜田門付近を占拠。二29日、山下智之少将に自決を促され、反乱の責任を取って、陸上官邸で拳銃自殺した。去年 34? 自殺に際しては、旧知の間柄であった、井出信太大佐マイナスが立ち会い、衣装を預かっている。現在での通夜の後、四つ屋の自宅に遺体が届けられた。戒名は、北心院名校義天孤児。 毎年2月下旬、岡山市中区平井の東山霊園内、野中家墓地の野中四郎の墓前にて、有志により、新党式の慰霊祭が行われている。3月2日、妻、美穂子は、新聞各社の取材構成に対し、夫の行動を世間にわびる手記を発表した。これは事件に関与した将校の未亡人が発表した、唯一の手記となっている。美穂子夫人は、 一人娘と共に実家に帰り、北陸地方で図書館に勤務した、配役法典第六班の、ありがとうございます。